非公式には湯崎知事や高層ビルに移転する広島商工会議所の池田会頭などが出席しました。都市再生のリーディングプロジェクトでございまして、県全体の活性化や本県の持続的な発展につながる大変重要な事業であると思います。このエリア全体のにぎわいの創出につながることを期待しですね、完成をここ町にいたしたいと思います。旧市営元町駐車場の跡地と周辺で行われる再開発事業で、31階建ての高層棟の建設工事は明日から始まります。広島商工会議所は低層階に入り、高層階には広島初進出のラグジュアリーホテルの誘致が予定されています。6階には電車通りを見渡せるテラスなども整備されるということです。高層棟は2027年4月の完成予定です。他に変電所棟と市営駐輪所棟が建設され、事業は2029年度に終了予定になっています。